久保さん。お金はありますね。はい。お金がなくても物があったら物をお金に変えることもできるし。まあ、実際ね、僕はあの、2年前ぐらいにお金なかった時に、あの、液晶ディスプレイをね、買おうなと思ったんですけど、もうお金がないんですよ。でお金がなくて、あの、いろんなものを売りまくって、お金作って、15万ぐらい作って、で、買いました。<laughs> お金なくてもやっぱ作ろうとすれば、 なんか作れるんですよね、うんなんかねこれね、あの、自己啓発セミナーで、その、毎日が冒険っていう本に書いてあったかな。高橋歩さんっていう方がですね、そ自己啓発セミナーかなんかに参加して、友達に誘われてね、行ってみようぜみたいな。で、それなんか合宿みたいな、なんかそのすげえとこで、で、なんかいきなりなんか田舎に連れてかれるんですよね。で携帯募集で。で、まあ、今から1000円作ってこいと。 1000円作ってこないとあの取り残すぞみたいな <laughs>。金稼いでこないと、まあ、取り残されるという状況を作ってね。まあ、そういう研修プログラムみたいな。で、もうポツンってもう田舎のところに降ろされてでみんなこれ大丈夫かこれ研修みたいな <laughs>。で、ざわざわしてるわけですよね。で、まあ、1人がね、まあ、とりあえずやるしかないっつってどうやって作るみたいな。で、いろいろ知恵を絞って、まあ、ある人はそのピンポンしてその 草む,り草,草むしりしたりとかしたりとかなんか手伝いしたりとかしてで結局まあほとんど全員かなんか1000円作ってきたみたいなうんだからなんかそ,それでんかそういう話がありましてなんかなんだあのゴミが掃除できない人を手伝ってゴミ掃除するとか な便利屋さんってあるじゃないですかあれとかも電球を交換できない人電球は自分が交換できるんだったら電球交換できないとあの足腰が悪いとかなんかいろいろな理由で電球が交換できないっていう悩みを持ってる人もいるわけじゃないですかうんただなんかもう裾野を広げるといくらでもできることはたくさんあると思うんですよねだけどやっぱ本当にやっぱうーん何すかね僕からすると お金がないっていうのはまあほんとになんかもあの残念だなっていう <laughs> そもそもお金を稼ぎたいんだったらお金を作るっていう発想というかねどうやったらお金作れるんだろうとかなんかそのそれのベースがないと多分そもそもお金を稼ぎ続けるって多分難しいと思うんですよねうん多分お金がないって多分給料をもらってる でその給料が少ないんですとかもらってるお金が少ないんですお金がないんですっていう多分考え方だと思うんですよでその考え方で自分で稼いでいくお金を作り出していく自分で何かアクセスを集めていく自分で商品作って売っていくっていうことをやろうとするこれはもう臨意反することですよね、うん、そもそもそれをやろうとしてそれでお金稼ぎたいんだったら自分が身近でできること をやれることをや,やらなくてやれないことはできるのかっていうねなかなかファンキーですよねやれることはやらないでもやれないことはできると思ってるのかなっていう話ですよね <laughs>、うん、僕からするとやれ,やれることをやらないんだったらやれ,や,やれることすらやらないんだったらやれないことはもっとやれないよっていう <laughs> 思うんですけどね まあ人それぞれなんで、もしかしたら例外が一体、やれることはやれないけども、やれないことはやれるっていうね。じゃあやれるやんっていう話なんで、ね、<laughs> じゃあやれるやんっていう話ですよね。やれないことはできます。じゃあやれるやんみたいなね。<laughs> 話なんですけど。はい。お金はね、頑張って作んないといけないんで、それは自分で稼ぐっていうことですから。だからね、即果塾のね、その、なんすか、オファーでね。 だどれぐらい払いますかみたいなね。<laughs> じゃあ昼飯一食我慢してくださいみたいなね。<laughs> 昼飯一食我慢はできるんですかできないんですかみたいなで。昼飯一食我慢したら500円作れます。10日我慢したら5000円作れます。それはできるんですかできないんですかみたいなね。<laughs> ますげえシンプルですよね。うん。いってらっしゃい。